皆さんこんにちは、プラモ復帰チャンネルです。また公式がね、新しい商品の情報を発表してきたんですけども、その商品がもう私が待ちに待っていたものでしたので、またご紹介の動画やっていきたいと思うんですけども、新商品の紹介少し前に動画にした時にご紹介したアンダーワールドというゲームがあるんですけども、そのアンダーワールドの新商品ウォーバンドっていうものを発表されました。ウォーバンドとアンダーワールドのことについて先に少しだけご存知ない方のためにご説明します。アンダーワールドというゲームはウォーハンマー AOS というゲームの派生ゲームで、ミニチュアと TCG が融合したようなゲームになっています。比較的少ないミニチュアの数で、しかもミニチュアのゲームとしてサイコロダイスで攻撃を決定したりとかするんですけども、デッキがあって、で手札を持っていて、その手札のカードを駆使しながら勝利点を競い合うというゲームになっています。しかも一戦一戦のゲームが、慣れている者同士が遊ぶと30分ぐらいで終わるという、比較的ウォーハンマーのゲームの中では軽い方の、つまり短い時間で終わるゲームになっています。そしてウォーバンドというものは何なのか、これはですね、アンダーワールドで使う陣営、その陣営アーミーが一つにまとまったセットのことです。基本的にアンダーワールドは他のウォーバンドのミニチュア同士を組み込んで戦うっていうことができません。決まったウォーバンドというチームをまとめて使用するというのが前提になっております。それが一つのボックスとしてセット販売されてるんですよ。なのでウォーバンドが新しく販売されますよっていうことは、新しいチームが一つ追加されるということになります。そしてそのウォーバンドがね、早速新規のものが、アンダーワールド新版の情報が出たばかりなんですけども、すぐさま発表されまして、それがですね、私が待ちに待っていたセラフォンだったんですよ。どうですか皆さん、この神がかった造形のリザードマン、すごいですよね。まあ、今リザードマンってあえて言いましたけど、セラフォンやファンタジーバトルやオールドワールドのリザードマンご存知の方だったら、このね、真ん中の白いザウルスウォーリアーがもう見覚えありますよね。いや、これを見た時にとうとう新しくなったんだなと思いました。そう、かつてのね、ゴアロックっていうリザードマンのね、ネームドキャラクター、もうそれの新規造形と言ってもいいと思います。まあ、ゴアロックのね、お話、後でしたいと思います。先にね、このウォーバンドのミニチュア、一体一体ね、順番に見て、お話ちょっとさせてくださいね。まずはね、こちらのザウルスウォーリアー2体からなんですけども、実はね、アンダーワールドっていうゲーム、ウォーバンドのミニチュア一体一体にしっかりね、名前がついてるんですよ。一体一体のミニチュアをね、フォーカスするので、ネームドキャラクターのようにね、しっかり名前ついてます。こちらね、槍を持っている方、これセレスタイトスピアって言うんですけど、槍を持っているザウルスウォーリアーはロタックっていう名前で、で、もう一体の方、これはセレスタイトクラブ、まあ、コンボみたいなものなんですけど、こちらを持っている方がソカーというらしいですね。新しいセラフォンのザウルスウォーリアーのミニチュアっていうのは、つい最近 AOS の方でも出たばっかりなんですけど、ファンタジーバトル時代のザウルスウォーリアーから本当に最近になって更新されたばかりで、造形がね、一気に進化してるんですよ。ですがね、通常のザウルスウォーリアーのミニチュアっていうのは、そこまでね、躍動感があるポージングっていうのはまだなかったんですよね。今回はね、なかなか動きが激しくて、ザウルスウォーリアーたちってこういう動きやっぱりするんだなっていうのをちょっと思わせてくれるような、めちゃくちゃかっこいいポージングになってるなって思いましたね。アンダーワールドってメインのミニチュア以外にも少しね、細かくて付属品みたいなね、ミニチュアもよく入ってるんですけど、これを見た時に懐かしいなってこう思う人もいると思うんですよね。一応これね、ベノマイトっていうユニットの名前になってるらしいんですけど、これどう見たってリザードマン時代のジャングルスウォームですよね。まさかね、令和の時代にジャングルスウォームのね、実質新規のミニチュアを見ることができるっていうのは、これ驚きですよね。今はもうね、セラフォンのアーミーの中にジャングルスウォームっていうユニットは存在しないんですけど、まあ、かつてね、リザードマンたちが暮らしていたラストリアっていう大陸、まあ、その大陸っていうのは毒蛇とか、まあ、毒を持った爬虫類、生き物がたくさん、まあ、生息していて、
て、外部からやってくる侵入者はその毒を持った生物たちに襲われてしまってまともに生存できない、ラストリアに足を踏み入れただけでその危険にさらされるんだみたいな設定になってたんですよね。それがまあメタルのミニチュアでね、ヘビとかトカゲとかね、細々したものが売ってたんですよね。まさにそれの新規ミニチュアだっていうことが、まあ、分かる造形のものになってますね。これはこれでね、出てくれたっていうことがね嬉しくて、久しぶりにねこんなしっかりとしたジャングルスウォームのミニチュア出してくれて、 AOS がファンタジーバトル、まあ、オールドワールドに寄り添ったミニチュアを出してくれたっていうことが本当に嬉しいなと思いました。一体どういう能力になってるのかね、気になるところですよね。そして最後がこのザウルス、このウォーバンドのセットの中でひときわね強そうで気合の入った造形のミニチュア、名前はねクロジャックスっていう名前、もうね発表されてるんですよ。クロジャックスっていう名前ではあるんですけども、さっき言ったようにこれ実質この白いトカゲ、白トカゲのカラーリング、そしてね持っている武器がね、どう見てもゴアロックというザウルス、それをリファインしたものだっていうのをもう古参勢だったら一目見てわかる造形になってます。このポージングもね、ゴアロックの公式のアートワーク、もうこれね見たことあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、これをね完全に意識したポーズになってますよね。持っている武器は裏幕の追従、メイスオブ裏幕、そして盾、シールドオブイオン、歳月の盾ですよね。いやもう完全にそれなんですよ。でも別人です。この新しいクロジャックスというザウルス、今のセラフォンのルールで言うとザウルスサンブラッドっていうユニットに当たることになると思います。この今画像を見ていただいてるんですけど、これトータルウォーっていうウォーハンマーファンタジーバトルの、これコンピューターゲームがあります。こちらでゴアロック、まあ登場してるんですけども、前の古いミニチュアよりも、このトータルウォーで動いているゴアロックに近いデザインになっているなというのが、もうほんと率直な感想です。やはり頭身も上がってますし、鱗とか、まあ筋肉の造形っていうのが進化してまして、より強そうで、まあ、理想的なザウルス像というか、ザウルスウォーリアーとして仕上がったミニチュアになっているなと思います。確かね、ザウルスサンブラッドのユニットなんですけど、バトルトームからね、消えてるんですよね。今回、アンダーワールドのこのウォーバンドで復活するんであれば、更新時、セラフォンのバトルトームが更新されるときに、またザウルスサンブラッドがユニットとして復活する可能性、これで出てきたんじゃないかと思いますね。そしてネームドキャラクターがね、もっと増えてほしいなっていうのも AOS ありますので、こういったファンタジーバトル時代、それをもう完全にリファインしている、ネームドキャラクターを完全にリファインしたようなミニチュアの登場は、それ期待させてくれますね。アンダーワールドが新版発表されまして、その第1弾として新規ウォーバンドがまさかのセラフォン。しかもこんなね、かっこよすぎるミニチュアのウォーバンドなんで、私は早速アンダーワールドスターター買って、そしてこのウォーバンドも買って遊びたいなっていう気持ち今高まってるんですよね。まあ一つと言わずね、二つぐらい買って、一つはクロジャクス白トカゲにして、もう一つは自分で好きなように塗装したいなって思いますね。こんなかっこいいザウルスウォーリアーね、これからまた出てくるって言うんであれば、セラフォンもね、軍拡するモチベーションどんどん高まってくるってもんですよね。で、期待してるのは、各アーミーもそうなんですけども、セラフォンに関しては、まだね、他のアーミーと違って、要は、神格化してる、神様になり上がったような、キャラクターがいないんですよね。大司教クロークが、まあ、そうじゃないかって言われれば、ちょっと違うんですよね。クロークっていう人はファンタジーバトルの時代からもうすでに魂だけの存在になってますので、もともと神に近い存在、もともともう幽体なんですよね。だからそれが AOS の世界ではまたパワーアップしているというか、神様ではないにしても限りなく神に近い幽霊みたいな感じなんですよね、あれ。なのでね、 AOS で今度こそネームドキャラクターが神になり上がったようなユニットとして登場してほしいんですよね。その筆頭が私は大司教マズダムンディか、あるとすれば
みんな大好きクロクガーだと思っているんですけども、他のアーミーもね AOS いろんな英雄たちをもっとねリファインして神格化させてねミニチュアにしてくれたらもっと盛り上がるのになっていうのは常々思ってるんですよね。まあちょっと余談でしたけども、 40K でキルチームっていうゲームがいわゆるファインキャストのモデルたちをリファインして新規プラの造形のミニチュアに置き換えていくっていうような商品の流れありますけど、アンダーワールドももしかしたらファンタジーバトル時代のこういったキャラクターネームドキャラクターのミニチュアたちを新しいキャラクターとして新規造形のミニチュアで出していくような流れあるのかもしれませんね。この辺はね本当に楽しみになってきました。 40K はすごく今盛り上がってまして、 AOS もね4版に移り変わってこういうアンダーワールドみたいなサブゲーム、こういったものもね次々展開してくれるっていうのはとてもいい流れですし、 40K、AOS どっちのねウォーハンマーも一緒に盛り上がるのが一番いいことですから、私もねアンダーワールドをどんどんねこれで遊んでいこうと思います。すごくね面白いゲームなんですよ。本当に遊べばこれは神ゲーだなって思えるんですけど、自分が好きなウォーバンド、どうしてもミニチュアゲームの要素がありますので、自分が使いたいミニチュアのウォーバンドがないとあんまりね興味持てなかったんですよね。私はセラフォンが本当に好きだったっていうのもありまして、今回ね新規ウォーバンドセラフォンが来ましたので、これでどんどん遊んでねアンダーワールドの方も、まあ、盛り上がるように何か発信できたらなと思ってもいます。皆さんもね興味もしあったらぜひアンダーワールドもね一度触れてみてください。それでは今回の動画これで終わりにしたいと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価ボタン、なんなら低評価ボタンでも押していただけたら私のやる気上がりますのでよろしくお願いいたします。コメントも気軽に残していってください。いつもご視聴ありがとうございます。よー、ここまで見てくれてありがとうよ。せっかくだからよ、俺たちの戦組に入っていけや。チャンネル登録と他の動画も楽しんでってくれよな。このチャンネルでゆっくりしていけや。